で、制作期間に関しては分かったんですけれども、そもそもそのサムライフロッグゴルフを、会社のプロジェクトとして、通すというところはどういう形で、突破されたんですか。前はうまくいかなかったっていう話があったと思うんですけど、今回はそこを突破して会社としてのプロジェクトにして、でそこから、JLOT の方に応募されたということだと思うんですけれども、その、うまくいかなかったのをまた会社のプロジェクトとして立ち上げるというのはすごい努力がいると思うんですけれども、そこら辺ってブレントさんどうされたんですか。それとも大野私さかんら、そうでかすね、ら。答えた方がいいかと思います。やっぱりマーザの中でオリジナル開発ってやってるんですけど、結構そのオリジナル開発をするそのジェロと利用する前の時って、やっぱセガグループのシナジーを生み出すものであるとか、ちょっと要件があったんですね。でやっぱりその中で、開発のしやすさだったりとか、CG としての動かしやすさだったりとか、本当総合的に見て本当に20個30個ぐらいのプロジェクトが集まって、その中からこう1つが選ばれたみたいな形の、企画募集もあったので、そこで SFG があって。で今回その JLOT で企画がこうやって制作までこぎつけたっていうところが、その SFG を企画自体を把握している取締役がおりまして、かなり上の者が直接気に入っていたっていうのも、こんなことを言うとあれなんですけど、ポイントではあって、やっぱ気に入って気になってたっていうところがあったみたいで。でやっぱ動物のキャラクターということで、グローバルだし、あとテーマとしてるところも、もともとのブレントの企画書にも入っていたので、世界的にこう分かりやすくて伝えたいテーマで、かつ日本っぽさも浮世絵のスタイルだったりとか、そう面白く CG にできたらいいんじゃないかっていうふうに。でそのジェロットに出す、作品の何候補かのうちの一つに入っていて。で私にそのプロジェクトマネージャーの声がかかって、どの作品やりたいですかみたいな話になりまして、でその中で3つぐらいこう選ばれて、正直私は最初どうかなって思ったんですね。 SFG 自体に対してはそこまでテーマとか深く知らなかったしっていうところもあったんですけど、でその後じゃあ実際にもう JLOT に出すための企画書を作りましょう、で社内の承認も得ましょうっていう段階になって、初めてそこでブレントとコミュニケーションをとって、どういう作品なのかっていうところをやっぱ自分の理解をしながら日本語にやっていくっていう段階で、初めてこれ面白いかもしれないっていうふうにそこで思って、で企画の形にしたという感じですね。なるほど。はい。でも言ってみれば、そのオリジナルの企画を、やろうという会社って、実はそんなに私の知ってる限りそんなにはなくて、昔いくつかの会社がそれこそそのシーグラフのために作りましょうっていうのはあったと思うんですけれども、今になるとだいぶその数は減ってきたかなというふうに思ってます。でその代わり、その与えられたプロジェクトの中でクリエイターさんやディレクターさんが最大限に力を発揮できるような形で支援しようというようなのが今は主流かなという気はするんですけれども、そこでそのマーザさんがやっぱり、クリエイターさんのオリジナルの企画から、支援していこうという、多分会社としてのその考えがあるんだと思うんですけど、そこら辺ってどうなんでしょう。そうですね。やっぱりクリエイター自身のモチベーションにもやっぱすごいつながってくることだと思うんですね。であとブレントとかってそのテックチームの TD なのに、今回もさっきの監督をしているっていうところも結構面白いところで、結構そういうこのチームだからこの仕事をするっていうような、垣根のこう作り方じゃなくて、割とどのチームからも意見をこう吸い上げて企画にしてっていうのがしやすい環境だなとはマーザは思ってますね。でやっぱり単なる仕事を受けて作る制作スタジオっていう形ではなくって、常にやっぱ世界中の子どもたち笑顔っていう、その掲げてるスローガンのために、今までずっとオリジナルの開発は続けてきたっていうのもあります。でなのでこういう良さをやめずにずっと続けていく、
IP 開発の重要さを会社が理解しているっていうのもあって、なのでその分こういったチャレンジがしやすくなっているのかなと思いますね。なるほど、はい、分かりました。ありがとうございます、はい。